皆さんこんにちは。レック専任講師の木村真由美と申します。今日は土地家屋調査士試験というものを、知っていただこうということで、この関数電卓、この関数電卓、これちょっと一緒に使ってみよう。でこの土地家屋調査士試験というのは、この関数電卓というものを使っていきます。要は試験にこれが必要なんです。で、関数ということで、三角関数、要はサイン、コサイン、タンジェントなんていうことをこれ学んでいくことになります。で、これ聞くと数学苦手な方はうわパスパスパスって、言われるかもしれませんけれども、そこでこの電卓、ここにサイン、コサイン、タンジェントというボタンがあって、この電卓を使うことで、数学もうこれ学生時代にやったことを忘れちゃったよっていう人でも、必ず一からね、これ講座を受けていただいて学習することで皆さんできるようになります。ですから今日は10分ほどのガイダンスなんですけれども、この関数電卓ってどんなものなのか、どんなことができるのか、そして調査士試験ではどんなことをやるのか、ここをざっくりとお話ししたいと思います。で、少しでも土地家屋調査士試験に興味を持っていただけたらなという思いからね、やっていますので、ぜひそこは期待したいと思います。はい、でまずちょっとこちらをご覧ください。はい、これ何か、これは地積測量図という図面です。で、実際に本試験で私たちはこれを作らなければなりません。で、これは何かというと、実際に講座ね、受講していただいた方が、もう今年のものです。レックで、解いていただく問題の、回答として、こんな地積測量図を作るんですよ。その回答の部分を持ってきました。で、これ15番という、土地なんです。で、まずはこの A 点、B 点、C 点、D 点、E 点とありますけれども、この点で囲まれた土地ということで、この作図、これをするんですけれども、作図に関してはまた別の、ガイダンスに挙げておきますので、今回は作図はできたという体で、その先のこれらの距離、長さ、これを求めていくというのをちょっとやってみたいと思います。はい、で、まずはこの作図はそもそもどうやってしたんだ。はい、これはというと、座標値というものをもとにプロットしていくことになります。今 A、B、C、D、E で囲まれた土地でした。A 点、B 点、C 点、D 点、E 点で囲まれた土地。 A 点というのは X が0で Y が0という点ですよ。 B 点というのは X が 8.66、 Y が 5.00 という点ですよ。 X がいくつで Y がいくつという座標値です。こんなのやったなというふうにね、うろ覚えでも記憶があればいいですけれども、これをもとにまずはこの点の位置をプロットして、そして点と点をつないで作図をしたということになります。で、まず A 点が00という点でした。はい、ということはこの A という点は X が0で Y が0という点だということがわかります。はい、そうするとイメージを持ってもらうために、今ちょっと三角定規を出してきましたが、はい、座標の軸というのをちょっとね載せていきたいと思います。はい、ここは電卓は関係ないんですけれども、これが座標の軸です。で、 A が00、 A 点が X が0で Y が0と言っているので、ここが00という位置になります。はい、で、この測量の座標系の面白いところが、この縦軸が X で、横軸が Y 軸。これちょっと面白いところですよね。学生時代にやった
数学の座標形とはちょっと違う。ただこれはまあ縦と横がね、これ x と y が逆になっているというだけです。特にそれだけの違いです。はい。で、ここでじゃあこの A 点という点と B 点という点のこの長さ 10.00m ってどうやって出したんだっていうところなんですが、これがこんなふうに三角形を作るんです。はい、A 点 B 点、ここの線を斜辺として X が B までいくつ上がりますよ。そして Y が A から B までこれいくつ行きますよ。この距離がこの座標値からわかるんですね。はい、A 点の X 座標は0です。そして B 点の X 座標は 8.66 です。ということは、ここ、依拠と言いますけれども、B 点の X と A 点の X の差。だから 8.66-0 なので、ここが 8.66。ということになります。そしてここ、これ軽距と言いますが、y 座標の差です。B 点の y 座標から A 点の y 座標を引いてあげると、はい。B 点の y が5、A 点の y が0なので、ここが5.00 ということになります。はい、そうするとこれ直角三角形ということになるので、ここを出すにはピタゴラスの定理というのを使ってここ出していくことができます。はい、そうするとはい、この関数電卓にはルートのボタンもあります。はい、なのでこのルートを押して、はい、そして 8.66 の2乗ボタンもあります。はい、ここに。はい、足すことの、はい、5の2乗。はい、これもルートかぶせてあるのでイコールを押すと9.9997何がし。はい。というふうに出てきます。はい。そうすると、この非一回転間の距離、波数処理として小数点以下、第3位を下誤入して第2位まで求めなさいということになるので、ここが 10.00 というのが出てきます。はい。まあ、ピタゴラスの定理なんていうのも、これは、ね、学習していくことになります。はい、あともう一つせっかくなので関数電卓の機能、まあ、これを使っていこうということになるんですけれども、この三角形のここの角度、はい、これを求めてみたいと思います。はい、でこの形だとちょっと分かりにくいので、この三角形を横にして、はい、今ちょっと別の紙に書きましたが、こんな風に、はい、位置を変えました。はい、で欲しいのはここなんです。はい、そうすると 8.66、5.00、今ピタゴラスの定理でここを 10.00 という風に求めたということになります。はい、そうするとここの角度を知ろうとした場合に、サイン、コサイン、タンジェントなんていうふうにね、これ覚えた記憶ありませんかね。はい、これを使って三角比を使ってここの角度を出すことができるんです。はい、でサインというのはここで引き体の S です。
今筆記体ってねあまり習わないのかもしれませんけれども、10分の5、これがサインシータですよ。はい、だからサインシータイコール10分の5という式が成り立つ。で、今もう3辺全部出てるので、コサイン、これ分のこれですよ。ということはコサインでも出せる。コサインシータイコール10分の 8.66。 はい、こんな風に置くこともできる。あとはここも出てるので、タンジェント、はい、タンジェント、はい、一応これサインの S、コサインの C、タンジェントの T を筆記体で書いてるんですね。はい、でタンジェントシータイコール 8.66 分の5、これでも出せます。はい、でこれで関数電卓を使うことによってここの角度が出てきます。はい、で今ちょっとね波数処理をしてしまってるので若干の誤差これ出てしまいますけれども、はい、電卓ね、これ叩いてみたいと思います。まずサインを使って、はい、サインのボタンがここにあるので角度を出したい場合、はい、サインで10分の5なので5÷10、はい、そうすると30というふうに出ました。ね、これ30度ということを示してます。ね、でもちろんコサインでもそれからタンジェントでも同じ結果が得られなきゃいけない。ちょっと誤差が発生しますけれども、コサインでねやってみましょう。はい、コサイン、はい、10分の 8.66 なので 8.66 割ることの10、はい、そうするとちょっと波数が出てきます。でこれ角度だけれども十進数表示になっているので、ここの度分秒のボタンを押すと、失礼、ごめんなさいね、 8.66÷10、 はい、度分秒のボタンを押すと、はい、まあ、これ度までではなくて何分何秒というところの細かいところまでね、これ表示していくことになるので、30度0分 10.46 秒、48秒か、ね、こんな風に出てきます。はい、でもう一つせっかくなのでタンジェントの方もねやってみたいと思いますが、はい、タンジェントを出して 5÷8.66、はい、そうするとやはりちょっと誤差がね、含まれますけれども、30度0分 2.62 秒といったことで、こんな風に三角関数を使って、ね、この角度を求めることができる。はい、あとは逆にこことここを使ってこの距離を求めたり、ね、こういったことも学んでいきます。ちょっと面白いと思いませんかね。はい、あとは今求めたここの角度、ね、基本的にはこの考え方で求めていくんですよというのが、もっと便利な機能を使うことができて、はい、これメモリーというのができるんです。で、 A 点の座標値、はい、A 点の座標値は X が0で Y が0ですよということがね、ここから、はい、最初に分かっているので、この A 点の座標値、これ A メモリーに入れてあるんです。そして B 点の座標値、これは X が 8.66 で Y が5ですよというのが B メモリーにこんな風に入ってるんです。これ座標値 X と Y が一緒に入る、ね、でこれがあると、はい、ちょっとね今魔法のようなことをしますけれども、この特別な関数を使って B-A、 はい、そうするとこれだけで角度が出てくるんです。
ちょっとすごくないですか。だからきちんとレックの講座ではこの考え方、基礎数学を学んだ上でこんな便利な機能も使って、最終的にはこの電卓の能力を駆使して試験に挑んでもらう形になります。ただその際に基礎をおろそかにしたりは絶対にしません。あとはこの10メートルというのもピタゴラスの定理を使って出しました。でもそれもやっぱりこれ A 点と B 点の座標値をメモリーしているものを使うとやはり魔法みたいになりますけれども、今度はやはりこういった特別な関数を使って、はい、B-A というのをやると、はい、さっきの 9.9977、ね、同じここの距離があっという間に出せるんです。さっきはルートをかぶせて異距と径距、ね、これを使ってピタゴラスの定理で出しましたよね。それがこれだけで出てくるんです。はい、どうでしょう。こんな風に、まあ、関数電卓というのは非常に便利なものです、ね、ただ非常に便利なものを使うんだけれども、最終的には使うんだけれども、まあ、電卓の叩き方はマスターしました、ね、でも三角関数の基礎わかりません。では困るのできちんと、ね、もう基礎講座で基礎からきちんとやります。やった上でここはこの電卓の機能が使えますよ、ね、そういった講義をしていくので、特に小式の学習というのはこれ飽きが来ないと思います、ね、普通の法律だけの試験に比べてやはり飽きてしまうということはない。きちんと最後までやれば楽しんで学習はね続けられると思うので、ぜひ、ね、まあ資格試験考えている方は候補の一つに入れていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、今日は関数電卓を使ってみようというお話でした。はい、また次回、作図の方もやっていきたいと思います。では今日はこれで失礼します。